スズキ GSVR は、スズキが、ロードレース世界選手権のモートジッピークラスに参戦、するために開発した、4ストローク V 型4気筒エンジンを持つ、競技専用オートバイのシリーズである。2000年4月、二輪モータースポーツを統括するフィムは、2002年シーズンより、ロードレース世界選手権の最高峰クラスを、それまでの排気量上限を 500cc から、4ストロークに限って、 排気量上限を 990cc とするモートジッピークラスへ移行することを発表した。この決定を受け、500cc クラスに参戦していた日本の3メーカー、ホンダ、ヤマハ、スズキは一斉に4ストロークエンジンの新型マシンの開発をスタートした。スズキは4ストロークエンジンを新開発するにあたって、GSX-R などで実績のある並列4、祈祷ではなく、 エンジンの幅を小さくできる V 型4気筒を選択した。このエンジンをそれまで 500cc クラスに参戦していた2ストロークの RGV ガンマをベースにしたシャーシに搭載することで開発期間の短縮を図った。新型マシンは GSVR と命名され、テストでは2ストロークマシンのタイムを上回ったこともあり、鈴木は2003年から予定していた参戦計画を 前倒しして2002年開幕戦にデビューさせた。雨となった開幕戦の日本 GP では、ワイルドカード参戦の両アキラが中盤までトップを走り、最終的にホンダのバレンティーノロッシに逆転されるものの2位を獲得する活躍を見せた。しかし、それ以降の成績は振るわず、コンストラクターズランキングでホンダ、ヤマハに大きく水をあけられて3位に終わった。 その後もエンジンの V アングルの変更や不等感覚爆発の採用などシーズンごとに仕様の変更を繰り返したがモートジッピーでの勝利を得ることができずに低迷が続いた2005年末クイムは年々伸び続けるマシンのスピードを抑えるため2007年からモートジッピークラスの排気量上限を 800cc とすることを決定したは2006年型のマシンから 排気量変更に向けた開発を行い、ニューマチックバルブスプリングなどの新技術を1年間かけて熟成させた。そして2007年にデビューした 800cc の新型 GSVR は第5戦フランス GP で初優勝を挙げた。2008年も表彰台に3回上るほど好調であったが、2009年以降はライダーの不調も重なり苦戦を強いられることになり、 2011年には一大体制で挑んだものの結果を残せず、鈴木の参戦一時休止を受けて GSVR の開発はストップすることになった。後継者として2015年より投入された GSXRR がある。ありがとうございます。